しまとわんちゃん。だしま。動画。チャンネルかなとです。ゆうきです。今日は仮面ライダーフォーゼデラックスフォーゼドライバー。パチ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 。こちらは仮面ライダーフォーゼの変身ベルトでございます。仮面ライダーフォーゼはこのアストロスイッチを使ってね、はい、変身するわけですよ。はい。知ってた？うん。うん、こうやってシュンシュンってやってシュンってやってさ、キンキンキンってやってさ、うん、でこうやってやってはっ宇宙来たー。そうこれはね、まあ、当時のおもちゃでございます。まあちょっとね古いおもちゃなので、まあちょっと箱が、まあ、箱がちょっとねボロボロなんですけれども、手に入れてきました。はい、後ろはこんな感じで、はい、いつも通り遊び方が書いてあります。で横はこんな感じ、こんな感じ、上にはアストロスイッチが書いてあります、はい、下はこんな感じかな、うん、はい、じゃあ早速、まあ、どんなものなのか開けてみたいと思います。テープ貼ってない、うん、どうだろう、よいしょ、あ、ちょっとボロボロってなった。お、説明書も入ってるぞちゃんと。はい、こんな感じでね入っていました。はい、そしてこれがアストロスイッチかな、違うよ、ベルトだよ、これがベルトでございます。こんな感じでね、はい、ここにアストロスイッチを入れます。はい、こちらがアストロスイッチです。これね1個ずつ形があるんですよ。これ丸いのね、ね、うん、丸、うん、バツ、バツ、三角、うん、四角とあります、はい、ね、でベルトの、うん、ここにも丸、バツ、うん、三角、うん、四角のマークがついてます。ここに、はい、同じスイッチをセットします。はい、行っててください。ここで、よいしょ、次はこれ、次はこれ、よいしょ、で、これ、これ、よいしょ、はい、こんな感じでね、はい、はい、じゃあとりあえずね電源を入れたいと思います、はい、電源はここ下、はい、せーの、おお、ちょ、もう一回もう一回もう一回、ここ光ったんじゃん、もう一回いくよ、うん、せーの、お、光った、ここ、うーん、おい、でスピーカーはここですね、うん、で変身はですね、はい、変身は、はい、スイッチを全部オンにします、うん、はい、変身、宇宙に、宇宙来たー、これで変身状態ですね。でモジュール発動ね、必殺技モジュール発動はロケットだった、まずロケットだったらここを押します。これでモジュール発動ですね。ででここ、もう一回この状態でレバーを倒すとリミットブレイク、バツだったら、うん、で、ワンちゃんのモジュールを発動させて、で、ここでレバーを、これでリミットブレイク、で、ドリルも同じように、で、で、で、レーダーもね、はい、こうやってやったら、ここに前にやって、すごい、まあ、フォーゼでよく見るスタイルだとロケットとドリル、うん、ね、うん、で、これで、うん、こんな感じですね、はい、でこれが基本的な遊び方のスタイルでございます、はいはい、で、まあ僕たちはまだこれしかありません、はい、で変身解除は全部スイッチをオフにします。はい、こちらは付属のベルトだね、はい、カナト君、じゃあベルトしてみましょうか。変身
ベルトはここですね。ここにはめます。で、こっちも変身。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダーフォーゼデラックスフォーゼドライバーで遊んでみました。フォーゼはね、まあもう今2016年だから5年ぐらい前の仮面ライダーなんですけれども、今僕たちはアマゾンビデオで見ています。はい、すごい面白いよね。うん、作品自体も本当にすごく面白くて、ベルトもかっこいいしね、ものすごく今楽しんでおります。はい、皆さんもぜひ見てみてはいかがでしょうか。そしておもちゃもいい感じなのでね、はい、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日はこの辺で、バイバイ。バイバイ。今日のジュオジャーチョコ、はい、今日は素晴らしいフォーゼドライバーのコズミックエナジーを使って当たりを引いてください。はい、あー、外れ Have you been?